そもそもネクタリンって皆さん馴染みちょっと薄いかもしれないんですよね。まあスモモも馴染み薄いと思うんですけど、やっぱスモモとネクタリンってなんか似てると思いません？僕結構ネクタリンとスモモ何が違うんですかって聞かれること多いんですけど、ネクタリンとスモモって何が違うんですかね？ネクタリンはどちらかというと桃の仲間なんですよね。ケナシモモって言うんですけども、葉っぱとか花とかはほとんど桃です。まあ、桃ですね。桃なんですね。はい、じゃあスモモはもうほんとスモモっていう果物で、はい、ネクタリンは桃の仲間、そうですね、桃っていうことですね。はい、実際あれですか、こう味っていうのは桃と一緒なんです？まあ品種にもよりますけど、ちょっと酸味があったね。酸味の強い品種もあるし、酸味のない品種もあるし、あとは果肉が黄色かったり、果肉が白かったりね、まあいろいろあるんですけども、まあ大体桃の遺伝子の中に、果肉を黄色くする遺伝子と白くする遺伝子で、毛を生えさせる遺伝子と毛を生えないくする遺伝子があって、まあそれが、まあどちらもホモ、ホモってわかるかな、まあ、はい、同一の。同一ですね。はい。まあ要はその、黄色い果肉の遺伝子が2個並んだ時に黄色い果肉が発現して、黄色と白の果肉がぶつかった場合は白の果肉が発現すると。で、毛のあるなしも、毛を作るっていう遺伝子と毛がないっていう遺伝子が重なった場合は毛がある方の遺伝子が発現して毛がつくんですけども、毛がない遺伝子が2個揃うと毛がなくなって、まあネクタリンになると。そんな感じですね。これ高校の頃メンデルの法則ね、ありましたよね。なんかそれってことですよね。ね、ホモヘテロっていう話で。この方、ともこさんって方なんですけど、カリフォルニア南部在住、アメリカですね。で、家庭菜園しながら、野菜、果物の成長や収穫を楽しんでいます。で、ホワイトネクタリンの木があって、毎年甘い実をたくさんならせてくれるんですが、サイズが小さいし、皮がお店で売られているホワイトネクタリンよりも硬くなってしまいます。何か良い方法があったら、教えていただけると助かります。まあ、ちょっとこの文面だけで、ね、的確にこうだとは言い切れないと思うんですけど、丹沢さんの中で、こういう原因で実が小さい、こういう原因で皮が硬い、って思うところがあったら教えてもらえないかなと思うんですが。なるほどね。はい、まあ、実が小さいのは多分ね、つけすぎっていうことと、あとね、つけなさすぎも実が大きくならないんですよね。なので、まあ、ならせる量ですけども、まあ、実がこう、ぶつからなければ、まあ、テニスボールぐらいのサイズだと思うんですけども、テニスボールぐらいのサイズになるように、こう、間隔を空けて実をつけてあげればいいんじゃないかなっていうのは一つと、はい、あと鳴らせてる枝がどんな感じなんだろうな、立ってる枝は実をつけても大きくならないんですよね。上にこう伸びてる枝っていうのは、なので実をつける枝はこう真横に、まあせめて、ね、斜め30度くらいのこう角度まで立ってるものは下がった状態のところに実をこうにつけてあげると玉が張るんじゃないかなと思います。実を早いうちにね、実の数を減らせば、いいものが取れるんじゃないかって言って、早いうちに実を取ってしまうと、枝下げる、重さがかからないんで、枝立って上行ってしまうんですね。あ、その年に早めに間引くっていうよりは、ちょっと遅め。ある程度実がなってから、少しずつ段階を追って減らしていく方が、いいんじゃないかなと思いますね。なるほど。皮が硬くなってしまうっていうのは、なんかどういった原因考えられますかね。品種もあるのかな。まあカリフォルニアってね、今おっしゃってましたけど、ね、雨降らないんでしょうね。カラカラのイメージありますよね。じゃあ身を守るために果皮が硬くなるっていう、そういうことじゃないかなと思うんで、まあ皮が硬いのはまあ品種と、まあ、天候、もうどうしてもこれはね、しょうがないですかね。もう本当無理やりと思ったら乾水、水やりとか、まあ、そうですね。です、ね、水をこう上げて、水を上げると木が伸びるんですよね。木が伸びると玉が張らないですよね。なんかその悪循環というかぐる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 回っちゃうっていう、いや難しいですよね。なんかこういう果物作り、野菜作りもそうですけど、まあこう難しい。からこその、まあ、楽しさっていうか、あ、そうですね。そういうところもありますんで、はい、参考になればと思います。はい、ありがとうございます。行ったことないんですいません。行ってみたいですね。行ってみたいです。行ってみたい。いや、本当ですよね。はい、ありがとうございます。